この総裁選挙というものに挑まなければならないそれが自民党員としてのあるいは政治家としての自分の責務だと遠大は日本の新しい時代を作るですそれでは石破さんよろしくお願いいたします 総裁選挙がございます正常9月3日告示20日投票と言われておりますが、まだ決定をいたしたわけではございません。これが無投票ということは、絶対にあってはならないと、私は思っております。今回、仮に無投票ということになれば、一体、党員の皆さん方がどう思っているのか。 とととといいいいううここが全く示されないということになにってしまいます20人の方のご推薦をいただき、そしてまた、自分の中で国民の皆様方に、党員の皆様方に分かっていただけるという、そういうような自負というのでしょうか、そういうものができましたときは、それは、 この総裁選挙というものに挑まなければならない、それが自民党員としての、あるいは政治家としての自分の責務だと思っておるところであります。